足出したら大事だよ。めっちゃだ。そうです。ミミクサナクソペロリ長、どうもペロリ大塾です。一時コンテン大丈夫オークブレスオークカッチャーあ、ごめん、思い出しまえ、めっちゃおもろい話があって、まあ、せっかくなら起承転結の天だけ言うねんけど、うん、ヘリコプターに髪が吊るされて富士山を越えたのここまでやな。天おもろいなえ気になるわ。そうだよ、今回は、はい、大食い企画です。おー、大食い企画。みんな得意でしょ。いや俺なデブやねんけど、うん、朝食のタイプのデブやから使い物ならへんやん。だからまあまあまあ、何でしたっけ、この企画。だからあれどうしたの。あれやりたくない、やりたくないの。こいつが息子やったら心配やわ。学校で何があったん。そうなんやるかやれ。いや、やろ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 、怖い、怖い、怖い。やります。元気出して。あ、オッケー、オッケー、オッケー。ということで、今からチームに分かれてもらいます。なるほど、チームに分かれる。2対2で、制限しえ、ちょっと待って、2対2。あー、なんで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 、何がやねん。やろ、やろ、やろ、2対2やる、やろ、やろ、やろ、2対2やる。いちいちそんな安いボケで止めんとってくれへん。制限時間は1時間ですね。はい、1時間の間にめちゃくちゃ食ってもらいます。めちゃくちゃ食う。で、体重が多く増えたチームの勝ち。あ、なるほどね。あれ、あれ増えた方か。あ、増えた方がやつ。じゃあやめる。やる、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 やる。じゃあ、すぐ取ってや。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。じゃあ、早速チーム分かれてもらっていい。オッケー。これが大事やから。スーパーで分かれましょう。立てない。おお、このチーム。このチーム、確かにね。そうなんだ。てっちゃん、多いじゃない。お、あれ、あれ、何がやねん。ペロ嫌やな。あー、まあ、そうじゃないか。ペロ嫌やな。イエロ、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 イエロ。これ流行ってんの、ちまたで。はい、行きます。あ、来た。これや、これやな。これや、これや。はい、じゃあ、数字の発表させていただきます。75キロ。まだ出さん方がいいんちゃう。もうちょっと上手になってきました。ドバシ師匠が 75.5 で、じゃあ次行きますね。73.4。 73.4 で、オッケー。じゃあ続きまして、68.5 です。新幹線の音かい。どこのおいつ。腹入ったやろ、お前。腹入ったやろ。じゃあペロ間。はい、めっちゃ入った。めっちゃ79.7。はい、ということで、これが今の体重ですね。今から皆さん1時間めっちゃ食って体力増やしてください。はい、で、負けた方のチーム。おう、何があるんですか。1日断食。はぁ、きつい。きつい。次の日ほんまにきついやつ。水って結構体重増えるから、水だけで飲む戦法はなしにします。じゃあ、今から1時間ちょっと待って、高橋も断食させたい。どっちかのチームが5キロ増えたら、高橋断食。3.5 にしようか。そう、いけるやん。3.5 やん。3.5 やなって。俺断食の可能性出てきたら、俺え、もうでも俺断食になるけど大丈夫ですか。じゃあ4にしようか。いや4、1人2キロね。そんなに言うんやったら。まだまだ4やな。なんか俺がちっちゃい人間みたいや。ゆる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 。負けるんだ。あー、土足どうする。あ、ごめん、あ、ごめん、テンション上がっちゃった。あ、土足どうする。うん、な、どこでもいい。どこ行く。どこでもいいよ。お前何食いたい。うん、なんか、なんや、ラーメンとか。な、土足ラーメンとか。え、ラーメン。うん、え、肉がいい。まずれや、こいつ。こいつ、まずれや。みんな最悪や。じゃあ、今回は何、お前に全任せするわ。あー、そういうパターン。まあでも確かに俺はグルメやから。やろ。うん、ほんで太ったのにもやっぱ理由あると思うんだ。あ、確かにね。お前太ったってことは多分普段から太りやすい食い物食ってるから。確かにな。で、しかもグルメいいとこあります。お、マジ。マクドって知ってる。いや、知ってる。え、タクシー乗るわ。見たらあかんぞ。どうするんですか、デブキング。楽に太れるってわけですね。楽に太れるよ。はいはい。結構食うやん。まあ俺はめっちゃ食う。食べる大事というか。でも食うやろ。俺もめっちゃ食う。ああ、それは食う。食うやから。何食うか。何食うか、まあいっぱいあるけど、小2の女の子。おい、
せめて小4にせえ。ちょっと成長したね。小4にせえかい。食べてる？食べてるよな。小学生食べてる。普段子供食ってそう。どうします？いやー、普通にあれやん、うん、キリンじゃん。俺は好きやな、キリンジが。キリンジでいい、逆に全然いい。あのキリンジ食う？キリンジでまず行っとくか。キリンジ食った後また考えよう。そうやな、うん、はい、キリンジ到着しました。はい、キリンジです。まあ、僕らの青春の味ですから、ね、そうやな。これは楽に太れるってわけですね。楽に太れるよ。正直言っていいっすか？うん、おしゃれな街。おしゃれに太れるんですか？北新地って知ってる？北新地？そんなおしゃれに？若造はバカボタバリジオ。おしゃれに太れるんですか？全然よ、はい、来ました。これ大盛りです。これに酢を3周ぐらいかけるのがいいんですよね。前の油そばチャンネル。どうも、油そばチャンネルです。ラー油も3周ぐらいがちょうどです。それでは僕もいただきたいと思います。いただき、ペロリンチョ。一番好きな食べ物が油そばって言っても全然、うん、じゃあこの世の肉がなくなるか、うん、油そばがなくなるか、うん、油そば。ごとさんです。ごとさんです。おお、いや相性良すぎるでしょ。まあのこんな同じペースで増える。確かに、まあ中学からずっと一緒やからな。なんかムカムカしたわ今のセリフ。ほんま、うん、そうかな。もう結構好きやけど。Quand t'es venu dans la rue à côté。 次の見ていきます。そうやな。あの僕だけ散るからね。楽しみにしといて。 Quand t'es venu dans la rue à côté。 トモヤン君が好きなご飯って何なの？僕好きなご飯、うん、やっぱ最近はね、体のこと気使ってやっぱサラダとか健康第一なんで。デブキングさん、ああ嬉しそうな顔してる。デブキングさん、はい、楽しいやな。デブキングさん、いつもいるわ。おお、どうしたおしゃれな匂いにつまずいてもらう。なんで、どうしたの？なんでどうしたんだ。おしゃれすぎてつまずいちまいました。わかるぞ、その感じ。いややってると思うんだけどね。え、営業中。おしゃれにデブカツ、デブカツ。これはいわゆるですね。はい、これ何ですか？二郎系。今日女の子に会うことは諦めてください。おい、こっち見て見て、野菜スープ麺で約2キロ。あ、すっげえ、やばやんこれ。まあ、僕はもう静かに食べます。うまいわ。今日のゲストはヒカキン。 Quand t'es venu dans la rue à côté。 お腹で何かが踊ってる。お腹の中に今ダンスホールがある。うん、そうだ。パンクロックバンドが今腹でライブしてる。はい、ゴッドさんです。ゴッドさんです。え、どこ行くんですか次？次は、うん、松屋。デブやねー。食えんの？俺まだいけるかな。あー、結構松屋好きやもんな。わー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 。普通に牛飯かな。ポン酢のポン酢牛飯。あ、いいな、あっさり系。やっぱちょっとここであっさりしとかんと。はいはい。俺が普段偽札使ってんのバレるよ。おい、マジか。お前使ってんのか。ツッコミおもんないよ。おもんなりました。え、何？ツッコミ。もう一回言ってみていい？うん。うわぁ、俺新反応せんの。普段に偽札使ってんのバレるやん。おいおい、お前マジか。そんなんしてんのか。ゴミで落ちた。だいぶで落ちたよ。ごめんなさい。はい、決まってるんですか？決まってます。僕はチーズ牛飯。これうまい。チー牛顔やもんな。チー牛、誰がチー牛顔や。これと単品を豚汁。流し込みます。水じゃなくて豚汁。はい、いや、うん、注文してからクルスピード、うん、小2の 50m 走です。早っ。10秒くらい。10秒くらい、うん、一瞬見たわ。これみっちりつくねんな。そうやねんな。
そうそうそう、ほんまや。うわ、知らない。キスなんて。でもこれ、ミシンに食いしない。混ぜます。お腹空いてた。さっき、キリンジめっちゃ食うてたやん。ごちそうさんです。よっしゃ、よし、じゃあパフェ行って、今からパフェ行って、で、どうしようか。あ、え？え？すいません。何してんの？自分の体重が上すぎて、今の僕の日本人じゃ自分の体重を支えきれません。勝った勝った、こっちのチーム勝った。キング、ん？あんたすごすぎるよ。何が？あんたあれ昼から行くんだろう。しかもちょっと今口の中にまだ残して、まだ楽しんでる。まあ賞味戻ったらちょうどいい時間ってのもあんで。あ、まあ、けど俺お腹空いちゃった。おい、キングわがままなんだから。あ、コーヒー屋さん、ちょっとパフェでも食べていい？あ、大きい、いいじゃないですか。いただきます、いただきます。おい、次これかよ。けど、うん、キング、流してください。あれ、僕、生粋の甘党です。お前、でっか。でっか。さっき、ドロドロになった血液、サラッサラな血液。テキーラみたいに言うな。あ、ん？今蹴った。くっさーい上がっちゃう。多分くっさーい上がっちゃうよな。ニンニク太郎、ニンニク太郎が今蹴ったわ。こいつ行く、行っちゃった。結果発表、じゃあもう測っていきますか。はい、もう早速いきましょう。1時間前が、ドバシの 75.5 です。はい、そっからいきます。え、ガチ？は？0.6 や。もうほんまにわけわからん。え、財布入れてた？入れてた、ほんまに入れた。いきます。おっと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 。自分ね、自制的にあれ。73.6 やったかい。え？あ、ちゃうわ。え？ 0.2 は？おかしい、おかしい。まあまあまあ、やってみよう。俺らもやってみよう。いや、やってみよう。俺らで変わるから。これでかいですか。俺でペロがめっちゃ言ってたらな。ほら言ってる。とんでもない。はい、どうですか。お前食いすぎやて。ごめんなさい、ちょっと食いすぎちゃいました。食いしん坊のもの。1.8。はい。お前食いしん坊さん。おかしい、食いすぎだ。おかしい、おかしい、おかしい。じゃあ僕いっちゃう。あ、いっちゃって、いっちゃって。僕も食いしん坊さんだよ。ほら。まあまあまあ。1.3。え、ガチ2人で 3.1 キロ。お前おかしい。マジ、なんで？でもケイちゃん見て、腹見て、腹見て、いつも通り計算が合わん、計算が合わん。はい、ちょっと場所変えたんですけど、はい、何食べたの？逆に、ごめんやろから言ってあげたの。これらはまずキリンジ大盛りを2、1、1で大盛りね。はいはい、その後すぐ松屋行って、牛丼並みチーズ牛丼、はいはい、豚汁、はい、味噌汁になって、あ、ここから僕いいですか。ああ、いいよいいよ。まず僕が、たらこソース、シシリフ、あ、パスタね、その後またパスタ、そしてサラダ、大盛りで、僕がもうあのこのぐらいのパンナコッタ、こんぐらいのフレンチトースト。でかいな、だいぶ。サイズの間違い探しな、むずいね。これむずいね。これめっちゃむずいね。たらこソース、ソース、シシリフで、これ定番やもんな。定番うまい。DA01DE28DE17 ガーデンサラダ行くわ。オッケー、もう最後やし。 SA の04。 普通に言えや。何やねんその言い方。それで大阪市内の方郵便局やんけ。で、大丈夫です。郵便局行ってるやんけ。めっちゃ食ってんねん、1時間で。そうやねん。君らは
僕らはですね、二郎に足しげく向かいまして、ああ、まあまあ野菜増して、はいはいはい。ほんで、帰りしにパフェでも送って、はいはいはい。帰りました。もう食事。うん1時間でできる食事しかも帰ってくるのこっちの方が早かったね俺ら次元バグらした思ってたじゃあ申し訳ないんですけど明日断食してもらっていいですか。何人ですか。なんでお前そんな態度取れんねん。足引っ張るよ。逆やから俺がやるもんそれな。今日足引っ張るけどいい。逆やねん。ちゃんとやってな。じゃ逆やねん。乾杯やな。もうこっちの方がまだ効率でいい太り方してるわ。確かに。だってなんで大丈夫。俺食べてる時ずっとめまいしてんから高カロリーすぎて確かに、お前ら途中で寄れ目になりながら詰まったらして止まってねん。そうだからカロリー高いだけでグラムでったらそんなんやったんじゃない。そういうこと。なるほど、勉強になりましたね。カロリーいっぱいあったら気持ち悪くなるだけ、炭水化物いっぱい取ったら太るってことなんですね。なるほどな。やっぱこいつのチームあかんのじゃん。ないけどな。今日だけなんで、おかんに怒られるから。おかん痩せます。もう一回で。